なんかさ、言えるんだったら言いたかったけどさ、ネタバレになっちゃうから。ツアーでギャル、え、なんかそのやっぱさ、ソロのやつ、ソロコーナーだから、私と言ったらなんだろうってなった時に、やっぱみんながギャルって言うので、まあそれはね絶対やりたいなって思ってたんだけど、そのただギャルをするのもさ、やっぱ面白くないしみたいな、なんかいろんな人と話して、まあでもフワちゃんは私考案なんですよ。もうなんか全員ギャルもいいけど、なんか一人ちょっとあれみたいな人もいてもいいなと思って、それでなんか帰りに聞いてみたんですよ。フワちゃんどうって、まあ絶対断られるなって思いながら聞いてみたの、ダメ元で。ダメ元で聞いてみたら、え、やりたいみたいな乗り気でやってくれたから。よかった。かいちゃん、そう、おはぴよー、かいちゃんです。もうマナが絶対言って、マナね、違うの、かいりさ、あのフワちゃんさんはね、おはぴよー、フワちゃんですって言うので、それでかいりにそうやって言ってねって言ったんですよ。でも何回言ってもリハの時に、おはぽよー、かいちゃんだよーって言っちゃって、どっちも間違っちゃうの、かいり。だから何回もギリギリまで、おはぴよー、かいちゃんだ、かいちゃんですって言うんだよってギリギリまで言ってました、私。そう、おはぽよー、かいちゃんだよーって。もう帰りでしかなくて、もうおはぴよー、かいちゃんですって言ってほしかった。そう、楽しかった。どんな感じだったっけ、客席どんな感じだったの、その時。どんな感じなの。ギャルギャルギャルからのかいちゃん来て、まさかギャルじゃないのと思ったら、その次がお強すぎ。そう、なんかだんだんマナたちのコンセプトとしては、だんだんなんかギャルになっていくみたいな、だんだんあれみたいになっていくっていうのがコンセプトで、一番普通なのがカホで、次ヤヒで、まあ、ギャルじゃん。でその後レニアさん、カエリ、マナみたいな感じで、まあ、やっぱ私が鳥一番最後にドーンって出るから、なんかやっぱインパクトあった方がいいじゃん。あれね、めっちゃね、もうあのブロックまだめっちゃ早着替えじゃん。まずそのなんだ、シーソーでしないが終わって、でそのパラパラやって、まあ春どこで、まあちょっと早着替えで、春どこが終わってシャーベットピンクしてる間に君どこ着替えてるじゃん。で君どこ終わってマックスの1番で着替えなきゃいけなくて、その2番で出るから、マナたち、あの秋の人たちは、だからそこでめっちゃ早着替え でマックス終わっても、もうその時はもう着替えだけだったらまだね、制服だけだったらよかったんだけど、マナとカエリに関しては、なんかカエリはやっぱフワちゃんさんの髪型、このお団子ヘアしたりとか、この何ピンとか止めたりして、マナはもう一番黒いファン、暗いファンデーションをメイクさんがもうバーって塗ってくれて、でもうメイクもしてくれて、こういうあとつけまつげつけたりとか、ここのシール貼ったりとかしたりして、あとここに前髪上げたり、ここになんかエクステつけたりしてみたいな、そう、それをやってから、まあ、出るじゃん、ステージに。ステージに出て、まあ、終わったらもうメイク全部バーって落として、またもう一からすっぴんからやり直したの、マナすっぴんから、その何、クラ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 、一期生さんの曲、あ違う、クラクラ、日向さん、一期生さんの曲、ドラさんのこの間でもう全部フルメイク済ませなきゃいけなくて、まあ、着替えもあるし、めっちゃ大変だったの。
そうでもいろんなねスタッフさんが協力してくださったおかげで間に合ったんですけど、そうなの。でもメイク落とすのとかメイクは自分でやったけど、そのギャルメイクはメイクさんがやってくださった。タコたくさんありがとうございます。そう、わーくまちゃんありがとう、嬉しい。まなちゃんのガチ感すごく、ね、客席どんな感じだったの知りたい。そう、ギャルメイクの自然状態を見る。なんか本当はね一番最初そのギャルするって決まった時はもう最初その何ソロコーナーから最後までギャルメイクっていうか、なんか黒塗りっていうか何黒いファンデーション塗ったりとかそのつけまとかしたまんま最後まで出る予定だったんだけど、さすがにやばいってなって、その演出の方がそうで一からまたすっぴんからメイクし直した。客席はわーって感じでみんな笑ってましたよ本当爪痕残してた。ギャルコーナーの際の反省ソーダのチョイスは満場一致みたいな感じ。いやなんかマナが反省ソーダやりたくて、でもなんかさマナっぽくないマナっぽくないって言ったらあれだけど、マナって怒られても反省はするけど、なんて言うんだろう、なんか日本語できないな。まあいいや、配信でも笑い声聞こえた、本当嬉しい。みんな笑ってくれて嬉しい。画面の前で笑いました。嬉しい、みんなが笑ってくれて嬉しいな。そう、お昼はサーヤのあの素晴らしいギターでなんか上品な感じだったんだけど、夜公演はもうパリピパリピな感じで、そう実はねマナのお母さんとお父さんがお昼に来ててよかったと思ってそうお昼に来てたんですけど、夜はいなかった。しちゃったとうつむく、反省ソーダ歌おうかな。今日でも充電なくて今 10% なんだよね。あこういうところ何回もさ、あの何回も充電なくて歌えないところあるのに学ばないところラブちゃんは来てないよ。ぶっ飛んでて笑ったわ、嬉しい。これはファイナルギャルもあるかな、どうでしょうか、どうでしょうか。そうファイナルが30日にあるので、ぜひ皆さん、新潟なんですけどぜひ皆さん来てください、よろしくお願いします。人としてダメな、今日反省ソーダ歌うね、あったら。ご両親はポストカード自引き、あのね帰りって言ってた、帰りのって言ったお母さんが、お父さんわかんない。そうだ、帰りに伝えるの忘れてた、マナのお母さん帰りのポストカード当たってたよって言うの忘れてた帰りでした。マナのポストカード当たった人いるかな。充電ダメだよ、 10% しかない今。明日行くよ楽しみ、あツーショット嬉しい、ぜひ皆さん明日ツーショット来てください、お待ちしてます。マナマナシこんばんは、こんばんは。ファイナル夜公演行きます、嬉しい。あファイナルも昼夜ぜひ皆さん来てください。ファイナルもう本当の本当にファーストツアー最終日ファイナルなのでぜひ来てください。明日お揃いコスプレ買いました、嬉しい、楽しみやね。埼玉ではまなちゃんのです、あ本当、他にもメンバーのご両親来られてました、来てたんじゃない。帰りママは誰かとトレードしたらしい、そうなの。こんばんは、ファイナル配信かも、お嬉しい、配信でも
ぜひ配信もあるので見てください。明日のオカマ涼しそうでよかった。確かにもうなんかさ、めっちゃ暑い時だったじゃん。オカマ、オカマってねエアコンなくてめっちゃ暑かった時だったんだけど、明日はね平気そうだよね。なんならちょっと寒いぐらいじゃない。マナは明日コスプレなのでぜひ来てください。当日券もあるので。オレンジちゃん可愛い。そうでしょ、そうでしょ。そうなの、今日オレンジ、オレンジね。髪色がちょっとさ可愛い、なんか可愛くない？髪色てか髪伸びた。うん、青系も赤系も何でも似合うね。嬉しい。どっちの方がいいんだ、青系、青、水色の洋服はあるけど青ってあるかな。まだ真っ青な青、あれどうだ。だんだん明日6分7分同じコス、同じやてん。当日券で買い増しまで、嬉しい。千葉港、千葉昼公園でやっとマナちゃんのメッセージカード自分引きできて、嬉しい。よかった。マナちゃん髪伸びたね、わかる。でも今ちょっと伸ばしてるんだよね。ちょっと伸ばしております。何このネズミ、これ。ありがとう。あのギャルとドイツ人物に見えない。いやあれは実は双子のお姉ちゃんなんですよ。実は皆さん隠してたんですけど。わー、ハートたくさんありがとうね。なんかツアー終わってから初めて配信したからさ、ちょっと帰りの配信に声だけは出演した時あったけどさ、久しぶりな感じする。こんばんは。人として、見て、まの前の爪チュルチュルなの、可愛いでしょ。チュルチュルなの。なな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 、なー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 、楽しかったな。なんかさ、みんなもそのレイニアさんとかほとヤヒとカイリーもすごいね楽しかったって言ってくれたのが本当に嬉しかったの。しかもヤヒに関してはさ、だってもうね卒業まで残り少ない日数でなんかまたできて嬉しかった。一緒に。ギャル選抜、ギャル選抜っていうかなんかマナがそのメンバーでこの5人のメンバーですって言って提出した時に、なんだっけな、おバカ選抜みたいな感じで演出家の方がそう言ってらっしゃったんですけど、マナは別にねおバカ選抜ですって言ってあげたんじゃなくて、普通にこの5名ですって言ったら、あ、おバカ選抜ねみたいな感じで。カホは、カホとレイニアさん、え、レイニアさんってどうなんだろう、わかんない。どうなんですか。猿がいる、ありがとう。とマナとヤヒは普通におバカちゃんじゃん。カイリは勉強できるけどなんか違う意味でのおバカちゃん。レイニアさんってどうなんだろう。だからおバカちゃんじゃなくてマネージャーさんが、おん、マネージャーさんは破天荒選抜って言ってた。どういうこと。結局なんかそっち系になっちゃう。そう、カホはもうほんとしっかりしてるし、でも逆になんかギャップ、ギャップっていうか新たな一面をカホのファンの方に見てもらえたのではないかなと思います。あー、だるまありがとう。チャララ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 破天荒ってどういう意味、意味は分かってないんだけど、まだ止めすぎて情けない
真実はあるのなぜなぜ君は僕に最悪。 NGT のアンポンタンしかいないって研究生紹介 MC でリカス姫が言ってたの。え、嘘、ほんと？アンポンタン、アンポンタン、アンポンタン、こんばんは。最悪の嘘をつく誰といたって、誰もやらなかったとかいう意味、どういう意味？どこにいたって。ちかなはまなちゃんが一番漢字読めないと思うって言ってた。ちかなはしわす読めないのに。はい、私読めました。でもまだちかなより漢字多分できないと思う。みんなの個性強いから、え、なんかさ NGT って個性やっぱさ強いなって思った。この1期生さんとかドラさんとか2期生見て、まだ3期生はちょっとまだ分かんないけど、どういう子とかはっきりね、これから出てくるんだと思うんだけど、なんか1期生さんドラさん2期をさ、こうふとみんな頭でさ思い出してみて、なんかみんな結構個性の塊じゃない。萌え袖かわいい。あ、レインボーの詩ありがとう。規制読めなかった。え、そうだよ、まな。帰、いつも帰るってやって、るを消して、省エネって言って、エネを消してた。そうなの。三期生もなかなか、え、そうなの？まなちゃんの個性が一番強い。え、まな個性強い？私個性強い。黙ってれば可愛い人多いね。あ、確かにそうか。確かに。藤崎さん大変じゃん。あ、みゆね、もうみゆ大変だ。え、焼きとば、焼きとばって何？焼き鳥、あ、焼き鳥じゃない、なんだっけこれ、え、なんだっけ、焼き芋ありがとうございます。やばい、こんばんは。3期生のみんなはよくわからないけど個性的なメンバーが多い気がします。え、そうなの？マナっぽい子いないの？なんかマナっぽい子いない？いないか。いないか。ギャルも清楚もどっちも生きるのは NGT ではマナちゃんだけ。よくわかってるじゃないですか。私清楚なんで。焼きそばと焼き鳥が混ざっちゃった今、さっき。マナちゃんっぽいのは萌えちゃんとか元ゆなちゃんから。え、マナっぽいの？マジで。ゆきちゃんが隠れギャル。そうなの？ゆきちゃん、ゆきちゃん結構しっかりしてるイメージだけどな。マナ、ノリだけで生きてるな萌えちゃん。え、マナと一緒じゃん。マナちゃん3期生からなんて呼ばれてるの？え、マナさんって呼ばれてる。なんかさ変な感じするんだよね、マナさん。マナさん、なんかさ中学校とかもささん付けで呼ばれることなかったからさ、なんかめっちゃ変な感じする。おもろい。ゆきちゃんめっちゃギャルだ。え、でもゆきちゃんってさあれでしょ、王道アイドルでしょ。え、その子だよね、王道アイドル。もしかして私のせいでなんかみんな3期生そっちに流れちゃう？大丈夫？私のせいだよね絶対。大丈夫？みんな私を責めないで。ひー、学生時代はなんか先輩呼びだったかも、マナ先輩とか。サンは一回もない。なんか学生ってさ先輩呼びじゃない？むしろ古沢軍団結成待ったなしで、いや軍団私作れない、もうみんなを見てられない。もうみんなを見てられない、もう自分だけでいい。もう軍団とか私には無理。
かまってられない無理よ私は。古沢先輩強そう。確かに。チャラララララララ、チャラララララララ、ラララララララ、僕は決めた。まださっきメール送ったからそろそろ届いてるんじゃない、わかんないけど。あ、そう、絡みそう。今日はあ、メールだけにしようメールだけの内容にしとこう。明日のコスプレ楽しみにして、楽しみにしてて、みんな明日のコスプレ楽しみにしていてください。なんかいつもさ、ツーショット、ツーショットじゃない、おしゃべり会でさ結構コスプレとかはしてたけどさ、ツーショットでコスプレしてないよね。まだしてないわ。とかみんな楽しみにしてて、1ミリも反省してないいつもの君でいて。心配、明日行こうかな、どうしよう、え、迷ってるなら来るべき。絶対晩ご飯のデザートに三角チョコパイ白、え、何、白って何味、ホワイトチョコ、美味しそう。まあまあまあ、メール届いたら大事に読んで飲み込みます。飲み込む前に返信よろしくお願いします消化する前に返信よろしく。実は俺もコスプレの準備してました。え、何のコスプレ。明日仕事で行けないので一人で自撮りおもろい、自撮りしないで。そっか、仕事はね、しょうがないよ。みんな明日仕事、あれ、明日平日、お仕事の方頑張ってください。多分いるよね、きっと他にもね。応援しております。私はハートありがとうございます。おつ、心配をかけたこと謝るな、タタタタタンチャララ。あの、来週の、来週じゃないな、16日、今日何日、え、今日 13?今日何日、今日何日、14、え、あさってじゃん、来週とか言ってたんだけど16日だよね。え、公式さん告知してた16日のこと、まだしてない。あさってじゃんね、みんな見てね、絶対。わ、すごい、まりなさんの誕生日の日にサンデープラス放送日、皆さん見てください、私のサンデープラス。そう、まりなさんとロケでした。まりなさんがもし16人制が復活したら何公演がしてるですか、手をつなぎながらとか見て。え、まだ詳しくなくて全然わかんないんだよね、何公演があるとか。リセット公演は知ってる、夢しな知ってる、パーティー知ってる、ほこりの丘知ってる、あとわかんない、何がある、パジャマ、パジャマパーティーじゃなくて、なんだっけ、パジャマドライブもう知ってる。サンデープラス、そう、サンデープラス、新潟一番サンデープラス、さかがり、シアターの女神公演、あ、知ってる、シアターの女神、いい歌だよね。ようやく会えたね、こんばんは。ヒントとかあるの、ヒン、あ、びっくりした、なんか聞いたことあるなと思ったら歌詞だった、反省。そうだ、県外だから見ること難しい、この、あら、そうなのね、 TVer とか見れないかな、どうなんだろうね。みんな本当に見てほしいな。でもめっちゃ楽しかったな、ロケ。結構朝から
夜ぐらいまでロケだったんだけど、めっちゃ楽しかった。あ、 TVer に出るって。 TVer も見てください。 TVer もあるって。シアターの女神ステージ頑張ってると。うわ、シアターの女神も歌いたくなってきた。絶対見る、嬉しい。その日は天気はまあまあまあ見てもらったら分かります。ようやく会えたね。じゃあどうしようか、30分ぐらいになったら歌おうかな。まな、明日もヤンキーコスどうでしょう。ヤンキーコス、まなちゃん歌うまくて好き、嬉しい、ありがとう。歌うまい、まだ、はあ、あくびしちゃった。ララ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 ラタララ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 。うわー、ひなとまたあなたとクリスマスイブ歌いたい。てかもうちょっとでクリスマスじゃん。え、クリスマス公演さ、もしさあったらみんな来てね、絶対。で毎年あるからあるよきっと。みんな来てね、絶対に。マジの歌声大好きです、嬉しい。屈伸が映りました、屈伸が映りました。私屈伸してない。クリスマス行くね、あった、もしあったら来てください皆さん。もう紫のサイリウムで埋め尽くすぐらいにみんな当てて、もしあったらなあくびじゃんね。えそんなさ難しいさ感じ作んないでよね。見て、すごくない、すごくない、ミミズみたい、すごくない、みんなやってみて。クリスマス公演当たったことがない。やっぱ倍率高いのかな、クリスマス公演って。どうなんだろう。ユニット公演しか知らないから16人公演がどういうものかイメージがつかない。えユニット公演してる時ぐらいに NGT を応援してくれたのかな、嬉しいな。16人確かになんかめっちゃ多く感じそう、一気に。だって今多くて6人とかだったよね、ユニット公演って。そういえば研究生公演のからの昇格2年で今年くらい、ねえ、もうなんかあっという間すぎて、あっという間だな。すごい、研究生、あの時は研究生公演だったっけ、クリスマスサンタクロースの格好してた。2年連続でクリスマス公演行きました。え、めっちゃ運いいじゃん。去年クリスマス公演当たってマナさん見れて幸せでした。じゃあ今年のクリスマスもマナのことたくさん見るしかなくないなくない。16人公演楽しいんだよな。ねえ、16人公演ってやっぱ楽しいよね。ユニット公演もいいけど、なんかさ、ユニット公演もしつつ16人公演とかさ、そういうのもできたら一番いいよね。充実するよね、公演が。ユナコの卒業公演は久々にステージ上に人多いなと感じたけど楽しかった。確かに卒業公演は結構な人数で毎回やるもんね。一期生さんの卒業公演とかはもう一期生さん、ドラさん2期ってね、全部集まるから。確かに。なんかさ、辛味噌食べてめっちゃ喋ってたらさ、声がハスキーになってきて、まだ普通に夜ね声出ないんだよね。ハートたくさんありがとうございます。
え、16人超えしたよね。コロナ禍の時に NGT を知ってファンになりました。それまでアイドルの応援をしたことないので勉強して嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しい。マナー今ありがとう、嬉しい。その中でもマナー一押しだよねやばい、最近好きになってくれたのにめっちゃ熱かけちゃう。ハートありがとう、たくさん。マナーさー圧かけちゃうんだよねでもまださ本当の圧じゃ ないからよくない？まだ可愛らしい圧じゃん。え、そうだよね、可愛らしい圧だよね。ケーキ入刀して食べた。え、てかさ、ケーキ入あのさ、ストーリーみんな見てくれたらわかるけどさ、なんかこうフォークをさ刺すときになんかブシュシュッとか言ってんだけど、まだ恥ずかしい。後々気づいた、意味わかんないよね。いいな、自分にも熱かった。じゃあツーショットかおしゃべり会でぜひ熱かけます言ってください。かわいちい熱、かわいちい。下の女神、ケーキ美味しかった。なんか秋を感じた。てかさ、聞いてほしいんだけどさ、またまだ末っ子発揮しちゃったエピソード言っていい？あのさ、サーヤのさ、サーヤお誕生日おめでとうみたいなプレートあるじゃん、あれまだ全部食べたでもサーヤが食べていいよって言ってくれたから食べたんだよ。食べちゃった、美味しかった。まだあれ大好きなの、あのプレートのためにえ、でも違う、サーヤが食べていいよって言ってくれたからまだ食べたんだよ。勝手には食べてない。美味しかった美味しかった。なんかまださ、チョコのプレートも好きなんだけど、なんかなんて言うんだろう、あれ なんだろう、なんか言葉に表しにくい味のさ美味しいプレートあるじゃん、あれだったの。美味しかった普通そこは遠慮するの、だって食べていいよって言ってくれたから、ありがとうって言って食べた。マジパンっていうの、そうなの、あれ美味しいよね。でもそのケーキの上に乗ってる栗はさすがにマナはあげたさすがに。なんか違うの、さや食べられないんだって、あれこれで。マナもね、誰か半分こするって聞いたの、ちゃんと末っ子なりにあの半分こする人って言ったら、え、マナ食べていいよってみんなが言ってくれたから、あ、じゃあ私食べますみんながいいよって言うから、そう、半分こする人ってマナちゃんとそう聞いたの、今思い出した、ちゃんと聞きました、私は。そう、ちゃんと聞いた結果、私が食べていいよっていうことになって、じゃあ遠慮なく。だってそこで遠慮してもさ、サヤに申し訳ないじゃんサヤがマナにくれるって言ったのにさ、やっぱりいらないってなった。そうで、マナが全部食べた。みんなさやちゃんにあげるために許して、え、違う、さやが最初になんか、あ、これ美味しいよねって話してたの、マナがね、このプレートみたいな。そしたら、え、あのさやがね、え、うちこれ食べれないんだよねみたいな話してて、え、食べたいって言ったらえ、マナ食べていいよみたいになって、え、じゃあマナと半分こする人って言ったけどいなかった。え、これって私が悪いですかそんなことない。なら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 チャララランチャ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 ダララ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 ダラダダダダダダダ。甘いもの苦手ではないと思う。ふん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 ふ
ビアより輝いた君が好きだ。一連の流れ聞いたら無罪だな。はい、私無罪確定。イエーイ、無罪確定。でもメッセージプレイズかじるの少し躊躇して、なんで食べるためにあるのに。さやがいいって言ってから悪くないよね。そうですよ、主役さんがいいって言ったんですから、私は何も悪くないです。マジで絶対え、みんなもしかして私に洗脳されてる？大丈夫？これって圧強いですか、急な圧。え、確かにこれって圧に入る、入りますか。プレート美味しいよね、ケーキの。ケーキのプレート美味しい。でも確かになんか今思ったら、もう誰の誕生日でもマナープレート食べてたかも、家族のプレート。なんかこうさ、ナイフで切るじゃんケーキを、それと一緒になんか勝手にプレートがマナのお皿に置いてあるみたいな今思ったらプレート全部食べてたかも。めいっ子はさすがにめいっ子が食べてた。え、でもな、半分もらったかな。いや、もらってないな、さすがに。そう、プレート美味しいんだよね、プレートめっちゃ美味しい。だってこの前もさ、マナさん誕生日の時めいっ子にバラのなんかこういうやつ あげたし、配信の時に食べたいからって思ってたんだけど、でもメイクがもう食べたくて仕方なかったの、マナのケーキのバラを。だからあげた。輝いた君が好きだ。そうなんだよね、なんか美味しかったケーキ。やっぱみんなで食べるとさ、あっという間になくなっちゃう。ちゃちゃちゃ。ねえ、聞いてもらさ、サーヤの誕生日さ、リプ一番だったの。やばくない？やっぱ茨城。ケーキのバラもチョコ？そう、チョコだった。あれ、美味しかった。全部チョコ。リボンもチョコだったよ。茨城しか。そう、茨城一番。連続で通知来て笑ったそうでしょ、茨城。茨城コンビ大好き、マナも大好き。茨城コンビよくない？なんかメンバー内でも茨城コンビ推しが結構いるんですよ。カイリとカホとヒノととか、茨城推し多いメンバーで。でもなんか帰りに関しては自分も茨城推しなのに、なんか例えばヒノとかが茨城推しのことを褒めてたり、なんか大好きとか言ってると嫉妬するの、茨城にそう、あなた新潟でしょって毎回言うけど、茨城になりたいみたい。ツアー千葉は本当嬉しかったね。そう、嬉しかった。何これ、恐竜カバじゃん。カバありがとう。茨城図公園、え、なんかさ、茨城の二人でなんかねやりたいよね。ふるあれふるあれあぐりしちゃった。君が好きだ。茨城行ってみ、行ってみて、行ってみてよ。茨城楽しいよ。ちょっとイヤホン取ってきていいですか。ちょっと一瞬待ってて、みんな取ってきた。それでは私が千葉公演の時に皆さんをびっくりさせたあの 逆曲だって楽曲を歌いたいと思います。
なんか配信久しぶりすぎてさ、反省バイ反省そうだないんだけど、どうしよう、もうやだ。ねえみんな、ねえもう最悪、反省そうだないんだけどどうしたらいい。え、反省そうだなかった、なかった。何歌うって言ったっけ、シアターの女神だ。え、最悪なんだけど、なかった、許せない。あ、シアターの女神はありました。なかったんだけど、ショック。もう反省そうだわ。じゃあ千葉公演の配信でたくさん見てください。もう買えないのかな、チケット、配信チケットは。どうなんだろう、どうなんですかね、どうなんですか。前髪、さっき前髪ちょっと切ったの、ここ、ここだけ長い、まだ。こんばんは。
なんか手首がさ筋肉痛なんだけど、なんで手首筋肉痛なんだけど。本当ありがとう。どうでしたか、シアターの女神は。じゃあお水飲むので見ないでください。お水飲むので私は、じゃあ隠します。えい、見ないで見ないで。こんばんは。随分とピンポイントで、え、何の話、何だっけ、何の話でさっき忘れちゃった。あ、泥ジェラいいじゃん、久しぶりに。ドローン印あった。あ、手首筋肉痛、確かにそうだ、その話してたんだった。ドローン印懐かしい。またさ、どこかで披露できたらいいな。ドローン印またやりたい、楽しい。
2期生ってさ結構なんか個性的な楽曲多くない？ドロンジェらしい、インターチェンジを超えたら自然渋滞ね、個性的な歌詞の楽曲が多い。歌うますぎ嬉しい、ありがとう。自然渋滞もあったらいいんだけどね、歌いたいんだけど。何がいい？あと君どことか NGT の曲歌おう。今日は君はどこにいる、どこにいるんだ一体。全く君はどこにいる、テニスラケットありですか？今日はなしです。どこかで泣いてる日暮らしは何かの秘密を知っている。沈む夕日に隠れて君はどこにいる。古い石段駆け上がって僕は一人探していた。ここにいると聞いた場所は薄暗い。確かに太鼓聞こえてくる。あ、でもちょうどいいんじゃない？ちょうどいい時間なんじゃない？ 50 分だから。おんぱありがとうございます。
飲んだ。じゃあ最後に1曲歌って終わりたいと思います。これでラストね。じゃあ思想できない、間違えた、思想でしないキス歌えるかな。じゃあ最新の NGT のシングル曲、思想でしない曲、シングル曲、シングルじゃない、アルバムシングル曲。思想でしないあなたのキスはどう落ち着く、思わせぶりでねえ、どこへと音符もありがとうございます。ということで、じゃあ
スクショタイムをしていきたいと思う。めっちゃ綺麗な歌声、嬉しい。じゃあスクショタイムをして壇上を呼んで今日の配信を終わりたいと思います。明日はツーショットなので皆さんぜひ当日券もあるのでよろしくお願いします。コスプレしますピースカシャカシャカシャ。はい、撮れましたか。ということで今日はちょっと今日もね行きたいと思います。せーの、13位ルルナさん、12位青森からさん、11位ジャムのおじさんさん、10位健三さん、9位キリタンシオさん、8位また間違えた、8位竹蔵さん、7位村村さん、6位リソコさん、5位タムホテットさん、4位ママさん、3位シンさん、2位ゴーゴーさん、そして1位はジャガ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 ジャン、水がめ座かけるた、間違えた、うさぎ年かける A 型新潟さんでーす。イエーイ、ありがとうございます。ちょっと充電しようかな。え、あと5分ギリギリまで耐える選手権する。ちょっとやめとくね、やめとくわ。ハートありがとう。充電した、充電しました。え、充電できてないかな、充電できてたのかな。まあいいや、まあ切れたら充電なくなったなって思ってください。ということで皆さん、ショールームとインスタとツイッターのフォローをよろしくお願いします。今日はじゃあシンデレラ配信しようかな。今日は0時までしてお風呂に入って、そうだね、今多分 5% かなでも本当にね 1% にならないと充電できなくて、そうなんですよ、なんか充電できなくて 1% になる。てかなんかね、充電ないことも気づかなくて、いつもなんかスクショとかをメンバーに送るときにまだ充電ないじゃんみたいな言われてから気づくことが結構あって、なんか 10% って怒られてもすぐ閉じるってやっちゃうからすぐ忘れちゃうんだよね、充電ないこと。そうなの。でももうちょっとで14 Pro Max が私の元に来るので、それまでです。え、14ってさどれぐらい持つんだろう。可愛い iPhone ケース探さなきゃ。でもあるのかな、なんか新しいやつってさ iPhone ケースなく、あ、やばい、壇上変わった、もう一回読みます。せーの、13位ルルナさん、12位アメリカさん、11位ジャムのおじさんさん、10位ギリタンシオさん、9位健三さん、8位竹蔵さん、7位梨紗子さん、6位村村さん、5位タムホテツさん、4位シーさん、3位ワンワンさん、2位ゴーゴーさん、そして1位はじゃ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 ただ充電しただけみたいな。そう、なんか忘れちゃう、意味ないんだよね。だからだってこの前なんかさ、あ、終わっちゃう配信、まあいいや、途中で切れたらまあマナの話予想してください皆さん。なんか充電器ってさ、この豆腐の部分あるじゃん、四角の部分でこう線がさあるじゃん、その四角の部分だけ持って出かけたことある。まだ何ができるねんっていう話だよね。これでこれだけしか持って、この豆腐の部分しか持っていかずに私は出かけてしまって、しかも豆腐って言わない、このさ iPhone のさコンセントの部分、このなんていうの、豆腐だよ豆腐、この四角の部分だよ、線じゃない方、ね、説明できない、もうみんな予想してもなの言いたいこと
え、豆腐って言わないの？このさ、コンセント、そう、コンセントの部分、 iPhone の、わかる？四角いやつ、ライトニングケーブル。そんな難しいことも分かんない。